64版だよ。なぜかというと星を取るのが間に合わなかった昨日発売だからそうだよね、クリアしないとダメだもんね。1日でその星60だか70だか取らないと今日行くステージ行けなかったのさ、はい、ごめんよ。だから今日64版でやるわ。あとね、あの 3D マリオコレクションだっけな、うん、昨日買った人は分かると思うんだけど、いやプロコンなんだよね。やりづらい、ま、やりづらいっていうか、あの右のカメラの挙動が右スティックでやるんだけど、うん、カメラ動かすのとカメラのズームアップズームダウンのやつ、はい、同じスティックでやってるんだよね。あれどうやってるんだろうみんな。まずはね、今日のステージに行かなければいけない、はい、ちょっと予習していかないとな。操作感とかをね。おーおーいいね、動けるね。ここにまずいるでしょ。こいつから逃げるのがまず準備運動なんだよね毎回ね、うん、まあ、早速やつが来てしまったがおおここまで流れ作業でいけるが、まあ、幅跳びとかがすごく、ここまでいけるでしょ。今回ね、ジュゲムのカメラを少しいじっていきますよ。お、これさ、いつも向けどこいんの、やっぱりそこなのかな、壁にはまってるんだ。うん、ここにいるんじゃないのほらいったわでしょ、ここにはまるんだな、ここいつ。うわぁ早くないスノーマンズランド、今日はここで8枚の赤コインをダッシュし、奴に捕まる前にスターを取っていきたい。オッケー、やるのはもちろん甲羅に乗った赤コイン。このステージの一番上、頂上、今の雪だるまの見えた、チラッと見えた雪だるまの一番上の一本松に、一本松に存在している。いや隣で見れるの嬉しいわ。行くしかないぞ皆の衆。おい、ここ早速大砲で、あれね、あのスターの横のこの一本松見える、ここにまず大砲でね、いける一発で、精度一発でいけるかとかも、まずバッチリだはい一発です。ここから早速始まるが、どうしますかね。まず飛んでみるしかないが、行くしかないよねこれは。やるか、いや怖いな、でも行く、行こう、うん、カウントダウンよろしく、2、1、セキュー聞いてないっしょ。これ水はまずいのでは。ああ、花ちゃん、花ちゃん、あダメじゃないこれ。まだ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 、まず赤10秒待って、今いなかったでしょ下からバッコシ出てきたねその伏兵はわからんて、さすがの私も。やった、坂だってきたよ今下からびっくり箱みたいなのできんな。今のはなしね、今のねリハーサルですから、こっから本番ですよ。そんなありか、今下から来たんだけどミミックみたいなやついるね。ここ難しいんだぞこれ結構。これも簡単にやってるけどね、うん、これ通り過ぎたらもう死確定ですから。滑っていったらもう一回行こうか。おい、ジャンプの位置もあるからな、まあ、適当に行く、行くぞ。はい、受け身取って、うまい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 、ここ、危ない、花ちゃん来るぞ、下からワンコイン、ワンコイン取った。あっ、あっ、っ待ってくれ、待ってくれ、待って、雪だるま待って、一応止まらなければ待ってなんで止まった今、カメラ切り替えない64のコントローラーのがカメラの動きがとか言ってた。何ができる、こっからな、こっから何ができる、幅飛びでいく、幅飛びしかないよね。3、2、1、はい、うまいここでカメラを切り替える、ゴー、おー、そうそうそう、カメラをストップさせて、あー危ない危ない、これが必殺よ、サガちゃん判定しとこう。お、生ナイスよし、いや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 、カメラを止める、私近づけて、ここで見せるね、見せるね、マークしかないぞ、はいはい、あ、終わったこれ、はい、あ、あれ、あ、いや、入ったね、来てるよね、空気読んでくれてる、これまずいかな、このまま行くと、あ、いや、あいつだ、さっきのやつだ、あいつだわ、うん、ここ幅跳び一回いけるな、あ、ワンジャンプ、ダメだこら